ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回紹介するのは、恩があるのにもかかわらず殺した凶悪事件。大阪塗装会社殺人事件と、犯人である国本祐樹だぜ。それではゆっくりしていってね。まず事件が起きたのはいつなの？始まりは、2022年1月22日の夜だな。大阪に住むとある会社の社長が、妻に、自宅に帰ると連絡したものの帰宅しなかったんだぜ。だから妻は翌日に、行方不明届を出したんだ。そしてこの社長を、今後、A さんと呼んでいくぜ。わかったよ。嫌な予感がするけど、A さんは見つかったの？警察はまず事務所のシャッターや周辺の溝から、血痕のようなものを見つけたんだ。そして近くの駐車場から A さんの乗用車が見つかり、警察は A さんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、捜査を開始したんだぜ。血痕があるなら無事ではなさそうだね。その後どうなったの？ A さんが行方不明になってから5日後である1月27日に、血痕が見つかった事務所から約30キロ離れた兵庫県の山中で、遺体となって発見されたんだ。やっぱり無事じゃなかったんだね。残念ながらな。そして遺体には、20箇所以上もの切り傷や刺し傷があったんだぜ。凶悪すぎるよ。それが死因ってこと？犯行時の詳しい情報は判明していないが、首などを刃物で複数回刺されたのが死因だとされているな。かなり苦しそうな殺され方だね。犯人が許せないよ。A さんはなんていう会社の社長さんだったの？塗装工事や防水工事を行う会社だが、一応会社名は伏せておくぜ。わかったよ。そして A さんは41歳で、彼の中学時代の同級生は A さんのことを、趣味が仕事と言ってもいいくらい頑張っていた、人望も厚く、友人も多い、と言っているんだ。慕われていたいい人だったんだね。さらにツイッターには知り合いが、43歳水曜日から行方不明、自分で会社もしててややこしいことに絡むような人じゃないし、人から恨み買うような人間じゃないらしい、知り合いの旦那さんです。些細なことでもいいので何かわかればお願いします。水曜日から音信不通で行方不明です。社長してます。奥さん、子供さん、従業員さんとても心配しております。些細なことでも結構ですので情報の提供をしていただければと思っております。拡散希望です。アホなことしたってフラッと帰ってきてほしい。と投稿しているんだぜ。みんなが心配してくれるような人がどうして殺されたんだろう。それはこの後の解説でわかってくるぜ。まず犯人は、国本祐樹という34歳の男性なんだ。彼の幼い頃の情報はなく、高校時代は野球部だったことが一番古い情報なんだぜ。名前がわかっているのに情報がないなんて、少し珍しいね。仕事はしていたの？ A さんの会社の、下請け業者で働いていたようだな。その関係で A さんとも知り合いだったんだ。無差別に襲ったわけじゃないんだね。そうだな。そして彼は昔違う会社で働いていて、何回も金銭トラブルを起こしていたことが関係者の証言から分かったんだぜ。どんなトラブルなの？複数の社員から合わせて数百万を借りていたり、一人の男性から230万もの大金を借りたりしていたんだが、国本祐樹は大半を返済せず、行方をくらましているんだ。最低な人だね。どうしてそんなにお金が必要だったの？230万を借りた人には、親が困っているといい。複数の社員には、子供の病気と言っていたようだぜ。だが国本祐樹の趣味がギャンブルなこともあり、嘘の可能性が高いな。どうだったんだろう。理由は嘘だったとしても、子供の病気っていうなら、結婚して子供はいるの？奥さんや子供がいるかどうかも不明なんだ。情報が本当に出回っていない犯人なんだぜ。いろいろ気になるね。A さんは人に恨まれる性格じゃなさそうだけど、どうして殺されたの？金銭トラブル、つまり国本祐樹にお金を貸していたからだぜ。A さんのパソコンから、国本祐樹にお金を貸していたことを示す借用書のデータが見つかったんだ。みんなお金を貸しているんだね。外面だけは良かったのかもしれないな。A さんはいくら貸していたの？事件の約1週間前に A さんは、100万円ほど貸していると知人に話しているんだ。だから100万円前後だろうな。さらに、家族や友人のためと言われたが嘘だったと知人に話していて、1月中に返してもらう予定だったみたいだぜ。やっぱり嘘なんだ。お金を返すのが嫌で殺したってこと？国本祐樹がそれが理由だといった情報はなかったから確定ではないが、返済に困って犯行に及んだと考えるのが自然だな。嘘でお金を借りるだけでも最低なのに、殺害までするなんて信じられないよ。同じ人間とは思えないぜ。国本祐樹はどうやって捕まったの？まず A さんの会社の事務所の防犯カメラから、2日
近に停車する不審な車が発見されたんだ。そして関係者への聞き取りなどから、国本祐樹がそれと似た車を使っていることが判明したんだぜ。防犯カメラのおかげだね。その後どうなったの？警察が国本祐樹から事情聴取して車を押収したら、車内などから血痕が見つかったんだ。さらに国本祐樹のスマートフォンを解析したところ、24日の朝に、国本祐樹が遺体が見つかった山にいたことを示す、位置情報の履歴が見つかったんだぜ。車を処理していなかったり、かなり雑だったんだね。そのおかげで判明したとも言えるな。国本祐樹がやり手じゃなくてよかったよ。そして遺体が見つかった1月27日に、死体遺棄容疑で国本祐樹は逮捕され、3月4日に強盗殺人容疑で再逮捕、その後起訴されたんだ。かなり早い解決だよね、警察ってすごい。行方不明になって5日で遺体が発見され、逮捕されているから、本当に迅速な捜査だな。裁判はどうなったの？まず2021年12月3日に、大阪地方裁判所で初公判が開かれたんだ。ちなみに裁判員制度で行われた裁判だぜ。裁判員制度って国民が参加する裁判だよね。実はあんまり詳しくないから、詳しく教えてよ。この裁判に関しては裁判員制度についての知識がなくてもわかるから。それは後だな。わかったよ。検察側や弁護側の主張はどういうものだったの？裁判の詳しい内容は判明してなく、裁判長の言葉と判決内容だけがわかっているんだぜ。国本祐樹の情報だけじゃなく、裁判の情報もあまりないんだね。裁判長はどう言っているの？まず国本祐樹の携帯電話の位置情報から、被害者の事務所に立ち寄ったと認められ、遺棄現場も訪れている。被告が犯人でなければ説明できないと認定したんだ。あれだけ証拠があったらそうなるよね。他にはどう言っているの？一定の計画性を認め、首などを刃物で何度も突き刺すという犯行は、執拗で強い殺意があったと指摘したんだぜ。さらに借金を免れるために恩義がありながら A さんを殺害したとして、身勝手な動機に組むべき余地はないと述べたんだぜ。その通りだよね。犯行理由がひどすぎるよ。判決はどうなったの？2022年1月19日に判決公判が開かれ、無期懲役が言い渡されたんだ。被害者が一人だから、無期懲役にはならないと思った。確かに無期懲役にならないことも多いが、なってくれてよかったぜ。でも控訴したらまだわからないよね。国本祐樹は控訴しているの？控訴しているが、2023年5月23日に大阪高裁で棄却されているな。上告をしたという情報はなかったから、今のところは無期懲役で確定だぜ。公表されていないだけで上告していたら、もしかしたら判決が変わるかもしれないんだね。その可能性もゼロじゃないが、たとえ国本祐樹が上告をしていたとしても、それが通る可能性は限りなく低いから、無期懲役で確定したと思ってくれていいぜ。上告は認められる可能性が低いんだっけ？上告が受理される可能性は、なんと 2% 未満だな。そんなに低いんだ？逆にどういう時に認められるの？原判決に憲法違反がある場合、または憲法の解釈に誤りがあることを理由に上告した場合と、原判決が最高裁判所の判例と、異なる判断をしたことを理由にされた上告だな。かなり限られてるんだね。だから国本祐樹は上告自体をしていないと思うんだが、もしこの事件に意外な動きがあれば、また取り上げるかもしれないな。その場合判決が変わってそうだから、取り上げることにならないといいな。次は途中出てきた、裁判員制度についてだな。国民から裁判員が選ばれるのは知っているけど、誰でも対象なの？日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者、つまり高校生も含む、満18歳以上の国民だぜ。そこから無作為に選ばれた裁判員が、裁判官と共に裁判を行う制度のことを、裁判員制度と言うんだ。私が選ばれる可能性もあるんだね。何が目的なの？国民の司法参加により、市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進と、その信頼の向上を図ることが目的とされているな。大事なことだね。裁判って小さなものを含めるとかなり行われていると思うんだけど、どんな裁判に裁判員制度が適用されるの？地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、重大な犯罪についてだけだぜ。小さな犯罪では行われないんだね。そして裁判員は審理に参加して、裁判官と共に証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断をするんだ。難しそうだけど大丈夫かな？法律の解釈についての判断や訴訟手続きについての判断など、法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当するから、
そこまで難しく考える必要はないぜ。裁判員に選ばれても心配しなくていいんだね。何人の裁判員が参加するの？原則として6人で、被告人が事実関係を争わない事件については4人だな。結構少ないんだね。裁判員に選ばれる可能性ってどれくらいなんだろう。2011年の情報になるが、人数にすると8700人に1人程度。確率にすると、約 0.01% だぜ。そんなに少ないんだ。選ばれる心配はなさそうだね。それでも心構えだけはしておいて損はないな。この解説を聞いていたら大丈夫そうだよ。裁判員にお金って出るの？1日あたり、1万円以内で出るようだぜ。そしてこれは、裁判員の職務に対する報酬という扱いじゃなく、裁判員として裁判所に行くことの負担や、裁判員の職務を行うにあたり生じる損害。例えば裁判所に来るための所作費や、子供の一時保育料などの出費、収入の減少などの一部を保障する役割の、日当として支払われるんだ。裁判員の職務に対する報酬じゃダメなの？日当の場合の所得の種類は、給与所得でも一時所得でもなく、雑所得として扱われるんだぜ。だから会社の有給休暇を使って裁判員として裁判に参加した場合でも、二重に報酬を受け取ったことにならないから、日当を受け取っても問題ないんだ。うまくできているんだね。裁判員をしたくない人もいると思うけど、辞退はできるの？70歳以上の人や学生、過去5年以内に裁判員や、検察審査員などの職務に従事した人、やむを得ない理由で裁判員の職務を行うことや、裁判所に行くことが困難な人など、一定の場合には認められているぜ。裁判員をしなくてもいい条件もあるんだね。やむを得ない場合って例えばどういう時なの？重い病気や障害、同居人の介護や養育、妊娠中や出産直後、重い病気や障害の治療を受ける親族や同居人に付き添う必要がある場合、妻や娘の出産に立ち会ったり、出産に伴う入退院に付き添う必要がある場合など、結構認められることは多いんだ。だから裁判員に選ばれたら困る事情がある場合、心配しなくても大丈夫だぜ。ちゃんと配慮されてるんだね、安心したよ。というわけで少し脱線したが、大阪塗装会社殺人事件について解説してみたぜ。犯行理由がひどすぎる事件だね。恨みどころか恩があるのに殺すなんて信じられない。理解できない犯行理由の事件は、意外と多いんだ。そういえば今までの動画でもあったね。このチャンネルで紹介しなくなる日は来るのかな。それはわからないが、そんな世の中が来てほしいな。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。